はい、こちらはですねフィリピンマニラへ訪れております。今回のですね、お宿のご紹介でございます。4年前にね訪れた時にも利用してるこちらニューコーストホテルマニラでございます。マニラの中心部にございますホテルでございます。はい、ですねこちら朝食ビュッフェがですね結構充実しておりまして、今回もね利用させてもらいました。はい、マニラの中心部には日本料理店がね結構ございます。はい、すごいですね、トラックの上に人が乗ってはい移動しております。こちらはフィリピンマニラのホテルでございます。ニューコーストホテルマニラのお部屋チェックと参りましょう。はい、今回マニラで滞在するホテルでございます。マニラ滞在の時はねいつもこちらのですねホテルを予約するんですけども、朝食は結構ね朝食ビュッフェ、とても美味しいホテルでございます。はい、マニラ中心部にございますホテルでございます。今回はですねツインのお部屋でございますね。前回泊まった時よりも広めのホテルでお部屋でございますね。はい、はい、こちらツインのベッドでございます。枕元には目覚まし時計と空調の温度調整照明のスイッチと
ということでございます。小さなテーブルがねこちらございまして、小さな椅子があると。まあ、こちらはどちらかというと、鏡がねございますんで、女性の方とかのね、メイクをされたりとかいう感じでしょうね。そしてこちら、はい、カップと、ミネラルウォーター、そしてこういった形でですね、まあ、コーヒー、おー、ビチビチに入ってますね。はい、あ、紅茶ですね。まあそういった感じのものが、パンパンに入っております。ちょっと入らないな。はい、そしてですねこちらデスクでございます。結構ね座り心地の良さそうな椅子、そして、こちら電話と、はい、コンセントですね。はい、こちらですねちょっと日本と形違いますけどもね、日本の通常のコンセントがこちら入りますんで、 AC アダプター類はですね 200V 対応のですね、AC アダプターであればそのまま挿して使うことができますと。でこちら液晶テレビ、そしてこちら、はい、リモコンでございますね。そしてはい、チェアがございます。はい、ちょっと外を覗いてみましょう。はい、プールがございますね。こちらでプールでね泳いだことはないんですけどね。あ、お料理をね運んでいらっしゃるボーイさんがいらっしゃいます。あ、こちらの茶色の、はい、パラソルというかね、こちらの下でね、誰かがいらっしゃるんでしょう。でお料理を運ばれたと。滞在中ね、泳げたらいいんですけどね、そんな時間もおそらくないでしょうという感じでございますね。はい、マニラ中心部のこちらニューコーストホテルマニラでございます。はい、そういたしましたら続きましてですね、浴室チェックと参りましょう。はい、お手洗いでございます。まあ、日本はね比較的ホテルといえばですね、シャワー付きトイレなんですけども、こちらはですね、まあ、シャワー付きじゃないと。よくまあ、タイとかもそうなんですけどもね、はい、こういった形でですね、こちらシャワーが別途、こういった手で持つねシャワーで、菊紋を洗うというような感じかと思います。タオルがございまして、アメニティですね、下ございますと。はい、ティッシュ、これは何だろう、あ、ソープ、はい、下はね多分コットンでしょうね。はい、でグラスがございます。鏡、はい、シャワールームでございます。はい、浴槽、深めの浴槽がねございます。そして上にはタオル、はい、シャワーヘッドがございます。はい、そんな感じの浴室でございます。今回ですね旅のお供はですね、こちらリモアのトパーズ、32リッターでございます。グルデカが持っているのは二輪タイプでございますね。はい、二輪タイプ、それとですねリュックを一つというような形でございます。それとクローゼット行ってみましょう。上はですね予備の枕、そしてガウンがございます。下に行きますとスリッパ、それと貴重品入れ、このね引き出しは特に何も入ってなさそうでございますね。はい、あ、それとアイロン台、はい、これは上は何だろう、あー、洗濯物を入れる袋だと思います。そして最後にですねこちらが冷蔵庫でしょう。はい、あ、冷えてますね。はい、冷えてるんですけど何も入ってないんでお水を入れましょう。はい、はい、そんなこんなのこちら、ニューコースト
ホテルマニラのお部屋チェックご紹介でございました。最後までご視聴ありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。グルメ旅行系ブログも書いておりますので、ぜひご覧ください。 URL は動画説明欄に貼っておきます。また次回の動画でお会いいたしましょう。